ございます。竹雄嬉しのプロ作曲トリックということでありがとうございます。今日ちょっと少ないで詳しい、アーリーの方も何人かいらっしゃいますので、ちょっと初めての方もいらっしゃいますので、もう簡単に注意事項というかですね、で基本的に、ビチャンナーの発線は引っ張っておりますが、最後このね、温泉街に入ってくるところから、そこまでの間はもう線は引っ張っておりませんので、もうすぐそこですので、ね、竹雄温泉の赤い鳥居というか、門がありますので、そこが見えたらすぐゴールが来るので、ゴール後の温泉もその赤い鳥居の竹雄温泉のところをお勧めしておりますので、自分でお金を払って、約10キロ以内に、オアシスといって、いわゆるそのマラソン大会というエイドがありますね。で、そのオア、目印は白い丸を書いておりますので、それ白い丸と、特にあの、のぼりがですね、ジョグトリップののぼりが、黄緑の上りがありますので、それを目印にしてください。で、基本的にここを出て、左に出て、バイパスを右ですね、ということで、線は引っ張っておりますけども、見て間違えないようにください。絶景の方にも、QR コード貼っておりますけども、皆さんスマホを持っていらっしゃる方は、このスマホのカメラでこの QR コードを読み取ったら、Google マップで、今どこを走っているかというのがバシッと出てきますので、よかったら活用してください。で、それが時々、ずっと開きっぱなしにしていると、ダッシュが消えてしまって、コース自体が消えてしまいますので、その時にもう一回これを読み込んで、という形をするか、で、最初はですね、基本的にジョグトリックは無人オアシスということで、スイカとかの庭を借りてるんですけども、今回は、最初のオアシスは石炭オアシスということで、人がですね、おじさんが一人待っておりますので、で、基本的に、今日は、早く走っちゃダメですよ、一応、なので、以前ですね、ここのコースで、3時間くらいの方が、実は参加されまして、スタートって言ったら、ドーッと走ってくれたんで、冗談かなと思ったら、冗談じゃなくて、もう大変なことがありましたので、それ以来、ちょっと、早く走っちゃダメって言われて、私、2時間半で走るんですけど、っていう人は、3時間切る人、いませんね、早かった。基本的に、キロ6分以上かけるということで、計算しております。遅い分にはですね、できるだけ増やして、ください。そうですね。で、ゴールした後は、ここで写真を撮って、感想を聞かせてもらって、マイクを見せてもらって、で、終わりということになります。ということでですね、はい。で、皆さん、ゼッケン持ってる方もですけど、ゼッケンの色が、禁止の方とかはいませんかね、いないですね、ベテランの方、この方とか、ベテランなしになっていくでも、ベテランになればなるほど、変なところをいっぱいしますので、よく一人で、あなたについてきて、私大丈夫でしょうかということで、先に伝えられて、見てください。あと、自分の目と耳と鼻と口で、調べてから、楽しみと言ってください。何かご質問の方ございませんかね、初めて参加の方とかもいらっしゃいますけども、ですかね。ただから、今日は誕生日の方はいらっしゃいません。で、今日3回目参加の方、小瀬さん、3回目参加、おめでとうございます。あとですね、実際さん、はい、3回目参加です。おめでとうございます。あとは、現在の方がですね、広島の方がいらっしゃってるはずなんですけど、まだ決定してませんので、今のところ園内は、田中さんグループですね、のグループが山口県ですね。あと、私、岩田氏ですけど、ちょっと記念日とか、そしたらば、先生の方ですね、田中さんの方にお願いしたいと思います。はい、すみません。先生、私たちジョブトリッパーは、ジョブトリップ精神にとって、最後はダラダラ、一応完走することをしたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ご意見とございます。走り終わった後のフレームは優しい言葉遣いで言っていただきます。ここはこうしてもらったら嬉しいなとかいうことで言っていただけると、もうね、次回に活かせるかなと思っていますので。で、ということです。さあ、いいですかね、皆さん。はい。質問と。
はあとラジオ大賞の兄さんとも言っております、大賞の兄さんはハウさん大賞の兄さんちょっとラジオ体操第一腕を前から上に上げて伸び伸びと背伸びの運動はい1、2、3、4大きく伸びましょう腕と足の運動です腕を軽く横へ振ってかかとの上下運動もしっかりと行いましょう1、2、3、4、5、6腕を回します外側へ内側へ肘をできるだけ伸ばして大きな円を描くようにしましょう3、4、5、6足を開いて胸の運動腕を振って大きく胸を反らして緩めます5、6、7、8、1、2、3、4、5、6横曲げの運動です前かがみにならないように体の真横を気持ちよく伸ばしましょう7、8、1、2、3、4体を前後に曲げる運動上体の力を抜いて前下へ3回一度起こしてゆっくりと後ろへ7、8、1、2、3、4、5、6体をねじります左、右、左、右腕を斜め後ろに大きく戻して上体を斜め下に曲げます一度戻して正面で胸反らし反対も正面で胸反らし1、2、3、4、5、6体を大きく回しましょう肘や膝をできるだけ伸ばして腰周辺の筋肉をほぐしましょう1、2、3、4、5、6足を戻して両足跳び1、2、3、4、開いて、閉じて、開いて、閉じて1、2、3、4、5、6腕と足の運動です1、2、3、4呼吸を整えながらゆっくりと行いましょう1、2、3、4、5、6深呼吸大きく息を吸って吐いてもう一度吸って吐いて1、2、3、4、5、6、7、8これでラジオ体操第一を終わりますはい、ありがとうございました。サイエンライの、はいはい、広島から、はい、今来られましたのでお子様連れで、はい、ということで、スタートはですね、8時半ということで、緩いんですけどもスタートは厳しいですからということで、スタートラインはですね、まあ、この辺でということで1つあと何分かありますので、まあ、3355、はい、1はい、スタートでーす。あ、ゆっくり行ってらっしゃい。頑張ります。あ、ゆっくり行ってらっしゃい。ゆっくりゆっくりゆっくり。はい、ゆっくり行ってらっしゃい。よーいどん、よーいどん、行ってらっしゃい。